いどうも、エリエルマカモトダカでーす。今回は、釜バターうどんで有名な、うどんバカ一大さんにお邪魔しています。今日はドナルドさんワンオペなんで、手ぶらしまくりでーす。メニューを見て注文したら、とりあえず先に醤油と卵がやってきた。ドナルドさんイケメン店員に卵もらうときちょっとドキッとしたんですって。ドナルドさんが釜玉頼んだに、釜玉森警部、謎は全て解けましたよ。コナン君、コナン君、ランネーちゃん、僕は玉遊びにしか興味ないんだよ。バロ、さて迷いに迷ってドナルドさんが取ったのはチキンカツで、お会計済まして釜から茹で上がった麺をチキンを食べながら待つと思ったら、どっかにドナルドさんが失踪しちゃったぞ。新一、新一、ほら、ラン追いかけだよ、新一。はっはっ、新一。あ、どうも、カイトキッドです。今、薬味を何入れようか迷ってたとこなんですよ。すいません、人違いですね。名探偵なら、釜玉に合う薬味ぐらい推理しなさいよ。ラン、ランを見なかったですか。私がカイトキッドです。結構、お年を召されてるんですね。バロー、多少のすれ違いがあったんだけど、麺が茹で上がったら番号で呼ばれるから番号は絶対忘れちゃダメなんですよ。豪華声優陣たちの邪魔が入りましたが、ドナルドさんついに大事な卵を割り入れてしまいまして、あ、申し遅れましたけども、こちら釜バターうどんっていうもので、普通の釜玉と違ってバターと胡椒が入ってるから、まるで和製カルボナーラみたいな感じで美味しくいただけちゃうんだよね。この釜バターうどんの元祖はうどんバカ一大さんなんですけど、今はいろんなお店に置いてあるよね。派生として釜バター明太みたいなのもあるよね。まあ、お味の方はうまいもんにうまいもんだから、まあ、おそらく美味しいだろうと想像できると思うので、あまり深くは語りませんが、営業時間が長いのも嬉しいポイントなんだよね。普通のうどん屋さんは昼の3時ぐらいに閉まっちゃうんですけど、ちょっとごめんなさい、醤油かけすぎちゃった。うどんバカ一大さんは朝の6時から夕方の6時までやってますから、ちょっと微妙になっちゃった時間の時でも美味しく食べられます。まっちまち濃厚で超美味しいです。バロー、ドナルドさんはだいたいいつもチキンカツを頼むんだけど、これは一番原価率が高そうだからという理由らしいです。なんか濃すい。最後は卵とじ風にいただきました。ごちそうさまでした。